お疲れ様です。ラートです。今回はですね、こちらの、ゴレクローンデッキをですね、使っていこうと思うんですけども、ですね、今日はタワー捨てバトルっていうことで、タワーを捨てて、もう、あれですね、もう取りに行くっていう、今、デトネーションゲーミングの、コウさん、コウ選手ですね、って方が、YouTube やってるんですけど、もうその方がもうタワー捨て講座っていうのをやってて、そちらを見ていいなって思ったんで、僕もねちょっとそのタワーを捨てるっていうので、やっていこうかなと、やっていこうというか、今日ねやってみたいと思います。なんかもうタワーを捨てて、もうなんかもうラバー、初めにゴレダクネとか作られても、もしね僕もこれなんですけど、あれがゴレダクネとか作ってきても形、もうそれを無視してゴレダクネでもう12ヤード12ヤードゲットっていうので、もう一気に逆サイを取りに行くっていうような、ラバルで12ヤードみたいなのしてて、やばって思ったんで、でもそれで勝ててるんで、僕もそれをしてみようっていうので、今日はねちょっとそちらをやっていきたいなと思います。ってことで、もうフル虫でいきたいと思いますね。フル虫で。これ、ゴレ出そうかな、ダクネ出そうかな。これ、また出さなくてもいいかな、でも。ゴレだから、やっぱ、なるほどね。これはですね、もうゴレ出して、ダクネからでもよかったかな。どっちでもいいか。結果無視するし。これ、バルキリーで読んで、コジババも読んだっけ。でも8で、アーチャーで、アーチャーはまあいいか。もうこれで8ヤード。8ヤード今ゲットしたんで、これで、もうゴーレム無料みたいなところあるっすからね。ここで、ビビドラかな。ガゴムレ怖いから。おー、ペッカだったー。クローンしたいっすね。けど、これは、ここでクローンっすね。よいしょ。よいしょ。で、クローンして、やばい。俺、左のタワーがやばい。折られそう。折られそう。けど、さては、ちょっと待って、やば。ちょ、やば。おい、来た。来た、おーい。ちょっと待って。え？まさか？まさか。え、やば。そんなことある？そんなことやる？やば。みたいなね、ことだと思うんすよね。っていうので、いや、マジで、これはやばい。これはやばい。これで勝てちゃうのはやばいっすね。けど多分捨てすぎると、そのタワー、サンクラね、ポキって折られちゃったりもあると思うんで、その辺の判断っていうのがやっぱ難しいのかなとは思いますね。もうここは、はい。もうこれバルーンもアーチャーもアザですね。よし、これでもう形作って、おぉ。これも無視でいいんじゃないですか。もうこれこっちが形作って攻めたいみたいなところあるんで。あー、それやだ。これでもクローンしたい。クローンしたいけどコストがない。できるだけやっぱダクネとランバーとか、なんかね、ユニット多い時にクローンしたいっすよね。いやー、まあ相手にファイブウッド、うわー！やばい。これはやばいな。こうなった時が困っちゃいますよね。タワー捨てたけど、こっちもらえなかったみたいな。なんで、これは、どうしたらいいんだろうな。左を取りに行くか、右側ですかね。右側を、多分取りに行くんですけど、ここのな、絶対どっちかにバルーン。左か。5000取りに来るかな。いや、来ない。いや、このベビドラが、あれ。無理、処理できない。これは、おやばい。おやばいよ。おやばい。うまい。それは相手のフリーズが、うまいっすね。防衛フリーズやられて、まあ。今度逆にバルーン飛んできても、相手は、これ攻めフリーズないですからね。よし。ってことで、楽に抑えられますね。はい。で、ゴーレムは後半。みたいなね、ところあるんで。ここはでもやっぱ右側合わせたいですね。でも、これだと、
結局もう一回防衛フリーズプラスのファイヤーボールで全処理されちゃうと思うんですよ。これこうなんですね。結局こうなっちゃうんで、インテつけ足してもファイボーを飛んできてアウトになっちゃうから、僕は気づいた。ここで端前ゴレだ。はい、で攻めに行く。やばい、攻めたい。いえ、解けろ。ピョン、いける。いや、これ参る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 。これ後ろから追加みたいな、後ろから追加で、オッケーオッケー。ランパ早い、いらなかった。オッケー、いいよ。もう全然タワー捨ててないけど、今もう何も違うけど、まあ、言うて捨てたっすね。でここは捨てたら負け、捨てたらもう負けだから、さすがにそここはもう捨てれないっちゃ捨てれないんですけど、 OK。 でこれメガゴム出したい。あ、ファイボ飛んでくるな。これ攻めた方がいいっす。あー、やばい。これゴレの爆破でバーバリアンを溶かしつつ、相手トルネファイボフリーズじゃないですか。これでも今ここでランバー出して、よいしょ、ランバーが刺さって勝っちゃうみたいなね、ことが起きちゃうこともないこともない。これはここのビビドラが相手は止めれなくて刺さっちゃって勝っちゃうみたいなこともない。おや、しちゃった。やばい、しちゃった。でこういうランバーが意外と相手がしんどいみたいなこともない。おや、やばいやばい。でも今トルネ使わせたから相手フリーズのコストないでしょ。ないよね。 OK、 あったんかい。まあ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 、あと700。あー、危ない危ねー。これウッド2周回るくね。さては、俺は気づいた。でも、高回転で回します。こういう攻めることによって、相手は防衛しないといけなくて、アリネコスト使ったから、これはもうクローンで高回転で回してからの、ウッド。よし。えい、グッドゲーム。まあまあまあ、これ前半のやっぱタワー捨ての判断が良かったのかもしれないですね。っていうことで、まあラストやっちゃいますか。よいしょ。よいしょ。いや、すごいな、これ。すごいな。なんか、相手めっちゃコスト使ってきたとき嬉しいですね。もう十何コスト一気に使ってきた瞬間の、美味しい。美味しい、美味しい。てかまあ逆に、相手にそう、コストを使わせるために、あえて初手ゴレをして、やっぱ初手ゴレされたら、その瞬間に逆サイ攻めるじゃないですか。だから、あえて、それを誘って、あえて初手ゴレして、あえて逆サイフルブッパーを誘って、無視してからのサンクラ。気づいちゃいましたね。これやばい。これやばい。なんかすることない。することないです。まあ、これに相手なんか裂くんで、まあ、これに対して、ダクネサイディからのゴレですかね。おー。全然違った俺のプランと。木のまんま。あれで遅延ゴレっすね。遅延ゴレじゃない。遅延ホグだ。普通に考えたら遅延ホグなんで、ロケットかファイブかポイズンか何かが入っていると、私は予想。で、これはまだ防衛して。やばい、これあれだ。気づいた。もう無視。もう左に何されても無視しまーす。ってことで。はい、頑張って高回転で回して、ね。左側もう一回ホグ突破してくれたら美味しいんですけど、これが怖いですね。アイスイズかワンチャンファルチェみたいな。ん？え、全然 2.6 やん。え？全然違うこと言ってた。あー、でもこれ相性いいよな。さては、これだって形作ってしまえば相手止まらないですもん。ってことはもう左は、まあ、あともう一回守るぐらいでいいですけど、これ勝ちましたね。多分。まあ、タワー捨てないと勝てないってよく聞きますから、とりあえずスケルトン出して、まあ、スケルトンだけでいいですね。もうタワー捨てるんで、はい、もう捨てます。OK。まあ、捨てると言いつつスケルトンで守ってるやみたいなのがあるんですけど、まあ、そんなのもあるっすね。まあ、いいよ、もう捨てます。もう左は捨てました。もうここ左、右をフルブッパで落としに行こうと思います。これな、でもファイボがあるんですよね。ファイボが、もうファイボ打ってくれないかな。
打ってくれないか、さすがに。いや、打った。ってことで、ここで、シャギン、よいしょ。ゴーゴーレイジタイム。ん？え？え？相手防衛重くね？そんなことある？これあれや。あれや。守らないねんって勝てねえ。けど、守っても勝てないみたいなのか。いや。え？いや、言うてあと1400だ。まだ参る、まだ参る。これで多分ランバーが最後、縁ってくれるから。そのためにユニット、あ、待って、ランバー、君はやられたらダメなの。君がいないと勝てないよ。ここや。おい、いや、歩くね。なんでウッドやめて、ファイボムやめて。カタ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 。おい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 、そんなことある？マジかマジか。いや、まあ、最後のはな、ちょっと判定ミスみたいなとこないかな、あれ。いやー、惜しかったな、惜しかった。まあ、もうちょいしててよかったのかな。もうちょいしててよかった。まあまあまあ、言うてやっぱ、捨てたら、結構勝てるみたいなとこありましたね。ってことで、まあ、これクローンが強いみたいなとこもありますけどね。意外と、逆サイをフル無視して、エリアドに変えて、まあ、オルタワーをね、まあ、交換しつつ、サンクレ狙うっていうのも意外とありなのかなと、まあまあまあ、少しだけ思いましたね。っていうので、まあ、こちらのゴレクロのデッキ、多分普通にこれから多分強いと思うんで、まあぜひね、使ってみてもらえたらなと思います。ってことで、今日はね、1本目の動画も、上げてるので、そちらもぜひ見てもらえたらなと思います。ということで、終わりになります。よければ、チャンネル登録の方もね、してもらえると、とても嬉しいんで、よろしくお願いします。では。